構図から皆さんごきげんよう、ジュネです。このチャンネルは様々なカルチャーの縦糸を構図の横糸で繋いでいく永遠の構図から皆さんのためのチャンネルです。本日ご紹介したいなと思っている作品はですね、アキラやスチームボーイなどですごく有名な、かの大友克洋が総監督したメモリーズという作品なんですけども、この作品ですね、彼女の思い出、最終兵器、大砲の街という3つの短編作品からなるオムニバス映画なんですけども、3つともですね、同じ SF でありながら全くこう、趣の違った作品になっていてですね、このメモリーズという作品を見るだけで、一口で二度美味しいどころか、一口で三度美味しい、こんな良質な SF 作品欲張りセットみたいな作品になっておりますので、本日はその内容や魅力を紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー!まず内容からご紹介していきたいと思うんですけど、こちら舞台は2092年の宇宙空間。スペースデブリを処理する作業員4人はですね、宇宙船コロナに乗って地球への帰途についている最中でした。スペースデブリっていわゆる宇宙ゴミですね。私たちは今宇宙にいろいろ衛星とか、まあロケットとか打ち上げてますけど、宇宙で破損したそれらってですね、回収されずに、未だ宇宙空間をずっと漂ってるんですよね。で、まあそういったものがこう将来的に宇宙進出していく上での、まあその妨げになるんじゃないかと、宇宙ゴミと呼ばれてその問題視されてるんですけど、ここに出てくる作業員はですね、まあ近い未来、その宇宙に漂っているゴミをまあ回収する仕事についていた人たちだったんですね。で、そんな中ですね、彼らはとある SOS 信号を受信します。その信号の発信源を辿ってですね、こう船を進めていくと、サルガッソーと呼ばれる船の墓場にたどり着きました。サルガッソーってあれですね、北大西洋の海にあるサルガッソ海が多分ネーミングしているんですけど、このサルガッソーってですね、バミューダトライアングルって聞いたことありますでしょうか?これパイレーツオブカリビアンとかでもですね、登場するんですけど、バミューダ諸島、フロリダ半島、プエルトリコを結んだ、まあこの三角形の中にある海域のことなんですね。で、ここを通り過ぎたですね、船だとか、まあ航空機とかがですね、突如消息を絶つという事件が多発する場所だという感じでこう有名な海域でして、主に欧州の人たちですね、まあその西回りで大西洋を通ってやってくるヨーロッパの人たちに船の墓場として結構昔から恐れられていた海域なんですね。まあそのサルガッソーからこの命名してるとは思うんですけど、でまあその難破した宇宙船とかですね、宇宙ゴミとかがすごくそこに集まっている空間なんですね。で、作業員たちはですね、宇宙船コロナに乗りながらそのゴミをこうすり分けて SOS 信号の発信元をこう探しに行くんですけど、バラのつぼみの形状したある遭難船にたどり着くんですね。作業員のうちのですね、ハインツとミゲルという男性2人がですね、救出のためにこのバラのつぼみの形をした遭難船に侵入するんですけど、なんとですね、そこで見たものは当時のまま残されていた豪邸のような船内の景色だったんですね。で、残された写真とかを見てですね、この遭難船がかつてオペラ界で名を馳せたエヴァという女性のものだったということが分かってきます。で、この美しい豪邸のような船内ですね、このエヴァという女性がかつて過ごした栄光の日々みたいなのがですね、最新技術のホログラムとかで再現されてるんですね。で、だんだんミゲルがですね、このエヴァの幻覚に落ちていってしまうんです。一方でこの主人公のハインツという男性もですね、まあ過去にちょっととあるトラウマを抱えているんですけど、このトラウマをね、こう嫌にこう刺激するというか、まあその忘れさせようとしてくるようなこう甘い幻覚を見せられていくんですね。で、ハインツはですね、その幻覚に取り込まれないとこう幻覚を見せてくるこう機械とかを攻撃し始めます。一方でですね、この遭難船の外で待機していた宇宙船コロナもですね、だんだん周囲の磁場が強くなってきて、今の遭難船にですね、どんどん引き寄せられていってしまうんですね。このままだと衝突してしまうと、残った作業員はハインツとミゲルをこう呼び戻そうと必死にマイクで呼びかけるんですが、なかなか二人が遭難船から帰ってくることができない。でもこのままだと全滅になってしまうということでですね、宇宙船コロナはまあ苦渋の決断として、まあまあその衛星をまあ本来は破壊するような兵器だったアナライザー砲をエヴァの遭難船に撃つことになるんですね。果たしてすでに亡霊になってしまったオペラ歌手エヴァのですね、幻覚に取り込まれそうになったハインツ、ミゲル、そして宇宙船コロナはどうなってしまうのか。宇宙に対してあまりに小さな人間のあまりに大きな孤独をですね、壮大な美しいオペラと共に描く傑作 SF アニメになっています。この彼女の思い出という作品はですね、かの、エイリアン、ブレードランナーなどで有名なリドリー・スコット監督も大好きだと公言している作品なんですけど、
担当した監督はですね、剣石のエクストラの PV などで有名な森本浩二さんですね。ちなみにですね、この剣石という人、ジャパニーズテクノの先駆者的なアーティストで、海外での評価がすごい高くてですね、まあ日本ではちょっとその海外の評価が先に上がって、まあそれがちょっと逆輸入された形なんですけど、彼のエクストラという曲の PV がですね、もういかにもサイバーパンクみたいな感じで、めっちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ YouTube とか検索したらぶっちゃけ出てくるので、もうそれちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、このめちゃくちゃかっこいい PV を描いたのがこの森本浩二という方なんですね。まあ、アキラや魔女の宅急便などですね、数々の有名アニメーションで実力をつけてきた人で、今回の彼女の思い出制作にあたって、大友克洋に監督として大抜擢された人になります。この美し切なすぎる脚本ですね、誰が書いたんだって見たらですね、コンサトシだわ。もうそりゃ面白くないわけがないでしょう。パプリカや千年女優みたいなですね、こう夢と現実とか、まあ、忘れられない過去の美しい思い出、あるいはそうした過去によって負ってしまった、未だ忘れられない心の傷、トラウマ、こうしたテーマ性が好きな方にはですね、この彼女の思い出、絶対にハマる。まあ、あの時間が永遠に続けばよかったのにみたいな思い出、まあどんな人にもですね、まあ一つや二つあると思うんですけど、まああくまでそれは思い出だと、私たちはその夢の中に一生永遠にいることはできないんだっていうことも私たちはまあ心のどこかで分かっているわけですよ。この彼女の思い出という作品はですね、もしその思い出に永遠に留まることができたらという話なんですね。それがですね、まあ、過去という変化することを拒否した限られたこう箱庭的世界とですね、宇宙というこう果てしなく広がるこう無限空間、そして自分にとって好ましいものだけが溢れた美しい空間とですね、宇宙というこう暗くてまあスペースデブリに溢れた空間、そうしたそれぞれの要素がですね、うまくこう対立構造というかですね、こう対比構造になっていて、まあ、それぞれの美しさあるいは恐ろしさ虚しさみたいなものが非常にうまく強調されていますね。やっぱりこの話はですね、宇宙を舞台にしたところがすごく巧みで、だからこそ核も美しいんだなと個人的には評価しています。スペースデブリが散乱した固体排他的で暗いなんもない宇宙空間と、恋と栄光に輝くエヴァの華やかで美しい夢、そりゃそんなもの見せられたらですね、エヴァの見せる夢の方がそうよっぽど魅力的なんですよ。けれど主人公のハインツはですね、この幻に銃を向けてこう言うんです。思い出は逃げ込む場所じゃないと。彼はトラウマを抱えてでもですね、こう現実に生きることを選ぶんですね。まあ、なかなかこのセリフですね、結構私の胸には刺さりましたね。いいセリフだなと思います。この彼女の思い出に流れるですね、美しいオペラですね。チェコフルハーモニーオーケストラの演奏なんですけど、収録現場にですね、実際に上がってきたフィルムを見ながら、オーケストラが演奏し、指揮者がこう、タクトを取り、オペラ歌手がリアルで歌うというですね、先に演奏を録音しておいて、後でフィルムに編集して合わせるじゃないんですよ。フィルムを見ながら演奏して歌ってるんですよ。そうした徹底した、こう、本物志向の音作りみたいなのがされたそうです。あとですね、これ個人的な推測なんですけど、なぜか、タイトルの彼女の思い出ですね。での部分がですね、出発の出の漢字ではなくて、ひらがなになっていますよね。これはですね、単純にその思い出の思いの方がですね、まあ常用の方じゃない漢字に書き換えられている。まあ普通のそういうそのメモリーという意味での思い出と、あとですね、この思いという名詞にでという格助詞がついた形。つまりその彼女の思いによって引き起こされるこう何かを暗示している。つまり彼女の思い出と彼女の思いで何々というですね、この二つの意味をかけてるんじゃないかなとちょっと個人的には推測してるんですけど、まあ、実際のところの答えですね、もしご存知の方いたら教えていただきたいなと思っております。こちら舞台を打って変わって、山梨県のとある研究所になります。風を こじらせた主人公の研究員田中信夫はですね、同僚からですね、赤い瓶に入った青いカプセル、これ新しいサンプル品なんだけど、これ飲むと風邪一発で治るよということを聞くんですね。でたまたま用事でですね、所長の部屋に入った信夫はですね、所長のテーブルの上にあった青い瓶に入った赤いカプセルを間違って飲んでしまうんですね。実はこのカプセルですね、国から極秘の依頼を受けてとあるまあ薬品を開発していたんですが、この開発の際にですね、偶然開発された超強力な周期
発生させる物質だったんですね。そのまま風があまりにきつくてですね、こう所長の部屋で寝てしまったノボはですね、そのまま朝まで寝ちゃうんですけど、目を覚ますとですね、確かに風邪症状は良くなってたんですけど、研究室のメンバーみんながですね、その辺に倒れてるんですね。誰一人こう意識のあるものがいないと、ノボは慌てて東京にある本社に電話をかけます。本社の方はですね、何かこう山梨県のその研究所で事件が起きたんだろうっていうことはまあ分かったんですけど、原因は分からなかったですね。ただこの青い瓶に入った赤いカプセルですね、これはもう極秘中の極秘薬品なので、救急車とかがですね、その研究所に駆けつける前にですね、このサンプルだけ東京の本社に極秘で持ってこいとノブオに命じます。でノブオはこの極秘の赤いカプセルをですね、スーツケースに入れて、山梨県から東京の本社まで向かうことになります。しかしその道中でですね、桜とひまわりが同時に咲いたりだとか、ノブオを救出しに来ようとしたこう自衛隊たちがこうバタバタ倒れたりとかですね、あらゆる医療事態がこう続々と多発してですね、どうもノブオがカプセルを飲んでしまって、ノブオ自身が全身から凄まじい臭気を放っているっていうことが分かってくるんですね。なんとか自衛隊とかがですね、もうノブオに泊まれと、とりあえず東京に来るなと伝えようとするんですけど、うまく伝えられず、東京へ一直線にやってくるノブオを止めようとですね、こう陸空軍すべてのですね、戦車だとか艦隊だとか戦闘機とかですね、フル出撃させて、ノブオをなんとか止めようとするんですけど、あまりの臭さにですね、なんと機械もおかしくなってしまうんですよ。このままノブオが東京に来たら東京は壊滅するぞと、もうまさにノブオが使徒状態ですよね。もう対策本部もパニックになるんですけど、ここに出てきたのがアメリカですね。アメリカ陸軍のこう偉い人がですね、まあ我が国にはですね、最新の新型宇宙服があると。この宇宙服を駆使して、こう、ノブオの匂いをシャットアウトすることで、ノブオからそのスーツケースを奪還してみせると、言い出したんですね。で、それで無事ノブオの捕獲には成功したようで、対策本部に全身宇宙服で固めた人物がやってきます。彼の片手には赤いカプセルが入ったスーツケースがあるんですね。対策本部の人たちはですね、まあ、よくやったと、まあその宇宙服を着た人物を褒め称えるんですが、実は、という話になっています。こちら監督は岡村天才ですね。もともと、まあ、マッドハウスでアニメーターをやっていた方で、例えば、ナルトだとか、青のエクソシストだとか、まあ、数えきれないぐらいの有名なアニメ作品に関わっている方ですね。ただ、総監督の大友克洋は、もともと、川尻義明に、監督を依頼するつもりだったそうです。前回、こちらの動画でもご紹介した、ヴァンパイアハンター、ブラッドラストなどの監督をされている方ですね。川尻さんはかなりハードアクションが得意な監督ですけど、そうじゃなくて、彼に、逆にコメディタッチやってもらったら面白いんじゃないかなっていう、大友さんの、発想だったそうですが、まあ、実際には、川尻さんのスタッフだった岡村さんが務めることになったそうです。まあ、この最終兵器、もうゲラゲラ笑いながら何も考えずに、まあ、手放しで楽しめる作品なんですけど、作画がですね、かなりすごいというかですね、めちゃめちゃ調べられて、丁寧に書かれてるんですね。例えばですね、ノブオを殺害しようとした、まあ、戦車、戦闘機、あと戦艦とかですね、あらゆるこう、兵器が登場するんですけど、ちょっと私、戦車とかそういう戦闘機とか、詳しくないので、ちょっと王とはなれないんですけど、まあ、ウィキペディアを見るとですね、こんな感じで、すさまじい数の、実在の兵器が、登場しているようで、これも好きな人にはなかなかたまらんのではないかなと思います。そうですね、舞台が山梨県というふうに冒頭でもご説明したと思うんですけど、すごい数のローカルネタが散りばめられてるんですね。例えば、まあ、武田信玄像だとか、中央自動車道とかですね、あと山梨文化会館、そして山梨交通の路線バス、などなどですね。まあ、聖地巡礼したらめちゃめちゃ面白いんじゃないかなっていう感じで、山梨県こう、いろんなローカルネタが、こう、びっしりと詰まった作品になっています。なので、まあ、ストーリー的には SF ではあるんですけど、まあ、SF ファンタジーというよりは、まあ、コメディータッチな、そのパニックストーリーとして、純粋に楽しめる作品になっています。主人公の少年はですね、朝自宅のベッドで目覚めると、廊下にかけられた砲撃手の絵画に敬礼をします。朝食を済ませた少年はですね、父と一緒に家を出るんですけど、そこで描かれる街というのがですね、
おびただしい数の大砲が設けられていて、大砲と都市機能が一体化しているような街なんですね。で、父親はですね、電車に乗って、職場へ向かうんですが、その様子もですね、まさにこう、軍隊の行進みたいな様子でですね、さらに街はですね、撃てや撃て、力の限り、街のため、といった標語に溢れてるなどですね、つまりまあ、この街がですね、非常にこう、戦争モードの中にあるということがわかるんですね。張り紙のデザインとかもですね、こう、ちょっとどっかで見たような感じですよね。いわゆるその、ロシアの共産党のポスターっぽいんですよね、ちょっと。父親はですね、大砲に弾を詰める装填手の仕事をしていて、で、母親はその弾を作る工場で働いており、主人公の少年はですね、学校で砲撃について学んでるんですね。物語はですね、少年がまた家に帰り、廊下の前の肖像画に敬礼をし、ベッドに戻って眠るというところで幕が下ります。まあ、街全体がですね、こう、大砲として機能している、こう、移動都市で暮らすとある一家族の一日を切り取った作品なんですけど、かなりブラックというか、こう、シニカルなポイントっていうのがたくさんあってですね、まず一つ目ですね、この大砲の街が一体どことなぜ戦争しているのかということがですね、一切語られないんですよ。まあ、一応ですね、主人公の家族たちが見ているニュースではですね、まあ、本日は何発こう大砲を撃って敵にこうすごい被害を与えたと、勝利は間近だみたいなことをこう放送してるんですけど、果たしてそんなニュースもどこまで本当かわかんないですよね。だから戦場の本当の戦況も知らないまま、街全体がそうだからなんとなくやっぱ戦争モードになって働いている。あるいはまあそのお上というかまあその社会に抗えないから、まあ戦争産業に従事している、させられている。そうしたこう人々を描いてるんですよね。これをどう読むかっていうのはですね、まあ結構いろいろ取れるとは思うんですけど、まあ日本でもですね、実際はかなりその戦況が厳しいのにもかかわらず、それがこう国民に正しく報道されず、まあ玉音放送がされる最後の最後までですね、こう勝利を信じていた人がとても多かったというですね、そういった歴史とダブらせてですね、その戦争の本当の状況を知らない市民たち、自分たちが立たされている現状を知らない、知ろうとしない、あるいは知らせてもらえない、まあそうした市民たちというふうには取ることもできますし、もしかしたらこの都市って本当にもうできた時からずっとこうやってどっかと戦争してるかもしれないですよね。一応移動都市っていう風に書いてあるので、まあ、どうして移動しているのかっていうのこと分かってないんですけど、その他の移動都市とですね、何かこうずっともうその都市が生まれた瞬間から戦争を続けていると。で、作中の街の人々はですね、まあそうした現状にまあ不満を持ってる人も結構描かれてはいるんですけど、もう街の人全員がですね、そういう戦争産業に従事していることには変わらないんですよ。女も男も子供も全員が戦争について学んだり戦争産業に従事してるんですよ。これつまり街の人たちにとって戦争っていうのが非常に日常的かつ生まれてから死ぬまでずっとそういう状況だっていう可能性ありますよね。作中ではですね、別にそれがいいとか悪いとかはいうふうには何も書いてないですけど、ただそういうことに気がついた時に、これはファンタジー世界での話ですけど、実際に私たちの生活が環境がもう全て戦争一色で、しかもそれが下手したら生まれてから死ぬまで続く、そういった状況だったらどうだろうか、そういうまあ問題提起とまでは言わないですけど、まあそういうことをちょっと気づかせてくれるかもしれない、なんかそういう風に読むこともまたできるんじゃないかなと思います。二つ目はですね、缶詰三つで男と寝たとか、配給品を餌に戦争未亡人で迫ったとかですね、セリフがあって、実は彼ら町の人はですね、非常にこう貧しい生活、厳しい生活を強いられてるんだなっていうことがわかるんですね。かつこういう感じでですね、労働環境改善のデモなんかもこう開かれていて、劣悪な環境で働かされていると。食べるものもない。で、職場では有毒物質が使われている。大人たちがですね、そうした現実とこう直面している中でですね、主人公の少年はめちゃくちゃ無邪気なんですよ。すごくかっこよく描かれた絵画にですね、毎日のようにこう朝と夜敬礼して、僕は将来砲撃手になるんだ、そして敵をめちゃくちゃにやっつけてやるんだと、すごいこう戦争かっこいいものの憧れのものとして美化してこう想像してるんですよ。この対比もまた非常に皮肉ですよね。最後に三つ目がですね、またその少年が憧れている砲撃手。これですね、絵画ではこんな感じですごくこう凛々しい男性としてかっこよく描かれてるんですけど、実際に父親が働いているその大砲を発射する場所ですね、そこの砲台に出てきた砲撃手はですね、
こう働いてる痩せこけた市民たちに対してすごく太った姿をしていて、お世辞にもかっこいいとは言えないこう間抜けな顔で描かれてるんですね。一生懸命巨大なこう玉をですね、こう砲台に詰めて働いているこう市民たちに対して、砲撃手はですね、こう偉そうにですね、その発射のボタンをポチッと押すだけという、このすごいこう態度もでかい、やることは大したことないという、ちょっとこう間抜けな感じで書かれてるんですよね。だからこの少年の憧れとこの憧れている対象の現実というですね、ここもまたこうすごい対比がこう皮肉ですよね。すごいのがなんとですね、この大砲の街、一回もカットがないんです。カットっていうのは、今こうしたところからこうしたところまで、今パッと画面が切り替わったと思うんですけど、まあこれをカットって言うんですけど、大砲の街はですね、全編20編一回もカットしてないんです。これはですね、ほんとすごい。大砲の街ですね、先ほど言ったように父と母と少年と別々に描いているシーンがあるので、どうしてもこの映してる人物からまた別の人物を映す、その視点が変わった時にですね、カットをどうしても挟まないと無理なように思えるじゃないですか。それを人物を映す、で人物からまた別の人物へこう視点が変わるときはですね、間に街の風景をすごーくうまく挟むんですよね。これによってもちろん人物の生活も描くことができるし、合わせてこの大砲の街という街全体がこう大砲、戦争専用機能とこう化している、その異様さみたいなのもですね、めちゃめちゃ存分に描くことに成功しているんですね。はじめ私これ気がつかなかったですよ。なんかカメラがぐるぐる回るアニメだなと思って、それで後で一回もカットがないっていうことを知ってですね、もう一回見直しましたね。マジでカットないんですよ。これはね、すごい、アニメではすごいですよ。まあかなりですね、これ当時のまあコンピューターとかも駆使して、まあ作られたアニメだそうなんですが、まあこの技術設計ですね、この世界の片隅とかで一躍有名になった片渕素直さんがやってるんですね。すごい人ってすごい作品に参加してるよね。ちなみにこの世界の片隅がいかにすごいかという話はですね、こちらの動画で40分ぐらいかけて語ってますので、ぜひ合わせてご参照いただければと思います。以上、メモリスの内容や見どころ解説でした。この3作品を全部見た後にですね、このメモリスのジャケットをもう一度見直していただきたいんですね。はじめはなんとなくですね、なんか宇宙、でかい宇宙飛行士とちっちゃい人物がいるなとしか思えない、ちょっと取り留めのない表紙のように見えるんですけど、彼女の思いで最終兵器、大砲の街を見た後にもう一度このジャケットを見直ってですね、すごいんですよ。すべての作品がめちゃめちゃうまくミキシングされてるんですよ。なのでですね、ジャケットも合わせてちょっと楽しんでいただきたいなと思います。でですね、ちょっと一点だけわからなかった点があって、っていうのがその一作目の彼女の思い出と3作目の大砲の街、これはスタジオ 4C が制作していて、2作目の最終兵器はマッドハウスが作ってるんですけど、4C の公式サイトではこの3作品とも大友克洋による漫画作品ですね、まあ短編漫画が原作になってるっていう風に書いてるんですけど、なんかね、ウィキペディアでは最終兵器だけ漫画原作がないっていう風に書いてるんですよ。これなんかどっちがわかんなくって、大友克洋はですね、コアなファンがいらっしゃったらちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、本日の動画が面白いためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。